コンスタン・デュ・ティユーは、フランスの画家、版画家である。フランス北部、ノール県のデュエで生まれた、パリのエコール・デ・ボザールで、ルイエルさんに学んだ。当時注目されるようになっていた画家の、ウジェーヌ・ドラクロワが1827年にサロンド、パリに出展したサルダ・ナパールの詩を見て、ドラクロワの信奉者となり、影響を受けたが、ドラクロワと会うことができたのは20年後であった。 10歳ほど年上のジャンバティスト・カミー・ユ・コローとも知り合い、コローが1851年頃から、その周辺の風景を描くためにしばしば訪れた北、フランスのアラスにちなんで、アラス派と呼ばれた、コローの弟子たちの一人となった。デューティーはアラスだけでなく、コローとオランダやフォンテンブローに旅し、フォンテンブローでは、バルビゾン派の画家たちと付き合った。当時バルビゾン派の中で流行し、 コローも試みた、写真看板を使った、版画技術、クリシェ・ベールも試みた。弟子には、ギュスターブ・アンリ・コランラがいる。パリで死去した。ソンのアンリ・デュティーは20世紀フランスを代表する、作曲家である。ありがとうございます。